トーマス・クレキオン、トーマス・クレキオンは、フランドル学派の作曲家。出生地は不明だが、おそらくネーデル・ラントの出身で、多分、ベトゥヌに没した。老い立ちについては、ごくわずかなことしかわかっていない。神聖ローマ帝国皇帝カール5世の礼拝堂の歌手だったが、クレキオンが学長だったのか。 それとも単なる歌手に過ぎなかったのかについては議論が分かれている。現存する文章が互いに矛盾するためである。後にテルモンド、ベトゥヌ、ルーバン、ナムアナムウアニチーを得た。多くのフランドル学派の作曲家とは違って、祖国を離れてイタリアやその他のヨーロッパに赴くことはなかったようである。どうやら1557年にベトゥヌでペストが大発生すると、 その犠牲となって倒れたらしい。クレキオンの楽曲は同時代の人々に高く評価されたが、火星信仰や旋律の滑らかさはパレストリーナのポリフォニー様式の成熟を前もって示している。12曲のミサ曲、100曲以上のモテット、ほぼ200曲のシャンソンが残された。様式的に見ると、クレキオンはほとんどすべての宗教曲においてむしろジョスカンの流儀によって、 模倣の楽器を用いており、通模倣や作奏したポリフォニーに流れがちな同時代の傾向に従っている。しかしながら、ジョスカンとは異なり、劇的な効果のためにテクスチュアを変化させることをせず、よどみなさや守備一貫性を優先させている。クレキオンの世俗のシャンソンは、同時期の作曲家による作品とは違って、通模倣様式を用いているが、それでもなお、 軽めの楽曲形式にはよくあるように、かなりの反復を用いている。模倣が使われているからこそクレキオンのシャンソンは、肝臓名のように、直接シャンソンから発展した気楽ジャンルにとって、最も優れたモデルにすることができたのである。クレキオンの多くのシャンソンは、気楽曲に、とりわけリュート用に編曲された。ルーバンの楽譜出版社、ピエール・ファレーズやアントウェルペンのティールマン・スザートは、 どの作曲家にもましてクレキオンの作品を出版している。この事実によって当時のクレキオンの名声が明らかとなるが、しかしながら今日クレキオン作品は同時期に活躍した他のフランドル人作曲家のものほど頻繁には録音、演奏されていない。ありがとうございます。